はい、えー、皆さんこんばんはこんばんははい、えー、今日はですね6月の19日日曜日ですうん、はいえー、今日はね一日大変疲れた一日でしたねそうですねはいっていうのも、えー、今日ねあ,のあさみちゃんが、えー、とドーナツのねお店を一日だけオープンしましてそれのまあ準備といろいろあって まあこの金曜日土曜日日曜日丸、ま、3日間ぐらいね結構大変でそれにまあ使いましたねそうですね。時間をね、うん、まあ僕はあの何にもしてないんですけどまあ子供と遊んだりとか子供の世話をしたりとかそういうことをしてたと。 うん、そういうい感じまあね、うん、まあいつも2人でねやるところを1人でやるってなるとやっぱりまあ大変は大変だなと思いますけど、うん、まあドーナツがねとてもあの売れまして、うん、全部売れまして、はい、でもう外にね行列ができまして行列っていうのは、まあ、あの長い列のことですね。 うん、あのドーナツを買いたいよっていう人がお店の外にたくさん並んだっていうまあ。そういうのを行列っていう風にね。うん、言いますけど、まあ、それができるぐらい大人気だったというので<や>ま良かったですね。いや本当に良かったです。うん、嬉しかった。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あますでも、まあ、僕はね。この数日間ずっとね。まあ、お父さんをね。頑張ってやってたんですけど、えー、実は僕知らなかったんだけど、えー、今日？ は父の日とということで、まあ、父の日の話をしようかなと思うんですけどはいはいあの父の日っていうのは、まあ、6月の、えー、この日曜日にあるっていうことなんですかねそうです第3かなあそういうことですねはい昔はなんか日にちでしたよねそうそうそれがえっ、ー、とまあ日曜日の方がいいだろうということで うん、決まったったていううことですねなので、えー、僕は全然知らなくてたまたまこの金曜日からねこお父さんを頑張る3日間過ごしてたら、えー、この最後の日が父の日だったよってことでなんかとてもこうぴったりなね、うん、一日だったなと思いますけどうん、うん、はいあのまあ父の日ということで、えー、昨日夜から。うん 朝にかかけてかなプレゼントをね用意してもらって、うん、プレゼントもらったんですよ。今日の朝僕は見つけたんですけど、まあ、なんかあのクリスマスのねプレゼントみたいな感じで、あのー、置いといてくれて、うん、とても嬉しかったんですけど、うんあのー、父の日って、あのー、外国とかね皆さんはどうしてるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思いまして。うん、はい あの母の日は、まあ、前にもお話ししたんですけど、まあ、お花を贈るとかっていうのを人が多かったなと思いますけど父の日というのはどんな感じなんですかねどんんなな感じなんですかね、うん、何を贈るんですかね,ね、うん、僕はちなみにあの服をいただきましたけどね、はい、服と、えーまあ、サンダル そういう着るものですね使うものをいただきましたけど、うん、まあこれはお父さんによると思いますけど例えばあの食べ物とかねお酒とかそういうのがいいっていう人もいるかもしれないですねあそうですねうん、うん、お父さんの好きなものをねうん、うん、あげるとはいあんまりこうお父さんの日父の日に、まあ、お花をあげるっていうのはあんまり効かないかなとそうですねあ,あるとは思うけどね、うん お花屋さんとかに行ったらあると思うんですけどでもなんか実際そういう話はあんまり聞かないっていうかうんそうですねうん、うん、私もお花を選んだことはないです、うん、なるほどあ自分のお父さんにね自分のお父さんになるほどなるほど、うん、そうねうんだから皆さんどうしてるのかっていうのはちょっと教えてほしいですし、うん、あとは父の日って何するんだろうね 何するんだろう、ね、何か美味しいものを食べたりとかいつもありがとうって言ってプレゼント渡すとかああそういう感じですかね。そうですね多分そうなんだろうなと思いますけどあんまりね僕もね、まあ、今回2回目の父の日ということで、うん、まだあんまりそういう実感がなくてね。<laughs> <laughs> っていうのはその自分の子供がが何かくれるわけじゃないじゃないですか。そうだね まだ分かんないし、うん、多分その小学生とかになればあ父の日でなんかありがとうみたいなあるかもしれないけどなのでまあまだまだかなと思いますけど、まあ、これ聞いていただいてる方の中には既、まあ、にお父さんでそういうねもらったりとかしてる方もいらっしゃると思いますし結構ねこのポッドキャストはあの学生さんとか聞いてらっしゃるので逆にこうなんかしてあげる側のね方も多いかなと思うんですけど、まあ、皆さんのね 父の日何してるか？っていうのを教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、うん。まあ、今日はそんなところでしょうかね。うん、はい、あのー、まあ、皆さんもお気づきかと思うんですけど、うん、この週末ね。先週末あの本当に忙しくて、うん、結構あのトランスクリプトとかね。あのあとは動画自体。 こうアップすするのがちちょっっっと遅くなっちゃったんですけどすままあそれはそういう理由がありまして、うん、あのドーナツショップを開いてましたっていうことなんですよねはい、はい、なのでまあ,あのそういう時もあります、うん、やっぱりこう今日本はねどっちかっていうとコロナの状況はあの落ち着いていてあの結構いろいろできるようになってきたそうですねけど逆にその分こういう例えば YouTube とかポッドキャストとかね そういうことの時間もねちゃんとやらないとなというふうに思っています、うん、うん。ということで、えー、頑張りますはい。今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございましたありがとうございました今日は6月19日父の日のお話をしましたではまた明日もよろしくお願いしますではでは